です。リコーライブ10周年を記念して、結成当時のラスメンバーでセッションしていただきます。で、楽しんでくださいとのことなので、それではお願いします。Thank you.
私もだいぶ長いことご参加させていただいてて、たくさん顔見知りの方も、おかげさまでできまして、こうやって10年迎えて、ね、またできてよかったです。ありがとうございます。今日は新しい、ボーカルの子を迎えて、また、ちょっと変わった色で、今日はちょっと6組目で、ね、やるんですけども、彩香さんです。まあ、次の曲行きましょうか。長野君、来年も。え、来年もですか？ちょっと呼んでください、ね。呼ばれたら行きますね。はい、では引き続き。I'm so peaceful tonight.
知ってますか？僕はあんま知らなかったんですけど彼女が歌いたいということで、でも非常にいい曲だなと思って、ここ2日ばかり聴き込んだんですけど、非常にいい曲だなと思って思いました。よかった、知れてよかったです。で、彩香さんは、一応この次の曲で最後となります。で、ここからボーカルがチェンジして、あと2曲ということになりますので、軽くメンバー紹介しておきましょうか。はい、ボーカルは先ほどご紹介した彩香さんで、で、ベースおなじみの佐伯さんです。で、ドラムが山本さんですね。で、ギターはで、あと一人いるんですけど、それは後でご紹介します。次もですね、彼女のチョイスですね。まあ、今までラスになかったぐらい非常にロックな感じですね。山本さんがちょっとバテるっていうハプニングも発生するかもしれない。はい、じゃあ元気よく行ってみましょうか。
続いてですね、ボーカルが、登場いたします。おっ、次お前になんか後ろにいると思意外と近くにいます。はい、クロスロードというバーを、営まれてます、元リコの鈴木さんです。イエーイ。はい、今ご紹介に預かりました鈴木です。はい、ラスに、8年ぶりに戻ってきました。実はあの10年前に山本さんと2人で、このクラブをね作らせていただいたんです。で、ラスという名前は私がちょっとリコーオールスターズということでちょっとふざけて作った名前ですけど、ね、今まで続けてやっていただいて本当にありがたいなと思ってます。はい、でこの、ね、集まりもね本当にたくさんの皆さんがずっと集まってこられたようにずっと聞いてますし、私もねあのお客さんと来たこともありますし、この場に立ってるのは本当にねありがたいなというふうに思ってます。皆さんありがとうございます。ここでちょっとメンバー紹介したいと思います。おじいちゃん、さっきしましたよ。いや、彼女だけ。彼女だけ。全員しましたよ。え、そう、全員したよ。俺、トイレ行ったよ。ごめん。そうなんや、すいません。ということで、メンバー紹介終わりましたんで、今ね、トイレから行ってきて、ね、ちょっともう一杯、喉がね、あんまりうるわしくないからと思って、ビール飲もう思ったんですけど、遠藤さんに止められました。昔のことがね、やっぱり覚えてるじゃん。あれね。あれね。でも全然今日は酔ってないですよね。酔ってる。そう言ってる人が一番危ない。そうですか。ということで、ちょうど曲が流れたかな。実はあの、この9月で、あ、それぶりしたかね。クロスロードという場合をやめまして、ちょっと他のまた仕事しますので、で、また音楽活動に積極的に参加したいと思いますので、できたらまた来年も呼んでいただけたら入りたいなと思います。よろしくお願いします。それでは私のアルバム大好きな増田俊郎さんの名前で Take Me To The Night。 よろしくお願いします。
Thank you.